今回ご紹介する事件は堺市親子殺傷事件です。この事件は民家で昼食を終えくつろいでいた娘と母に突然刃物を持った男が襲いかかるという凶悪な事件で、計画的犯行であると確信されていたのですが、犯人の動機も有力な手がかりもわからないまま、犯人の逮捕には未だに至っていない日本の未解決事件です。2006年1月10日の午後2時50分頃、大阪府堺市にある民家、弁理士の沢清司さん宅にて、当時51歳の妻の牧子さんが、玄関のベルが鳴り玄関に向かった直後、突如悲鳴を上げ、勤め先から昼食を取りに戻った娘の安子さん、当時21歳、が慌てて駆けつけると、若い男が土足で侵入して刃物を振りかざしている姿が見え、牧子さんに襲いかかっていたのです。男は顔を隠すこともなく、無言で安子さんにも切りつけてきたため、安子さんは危険を感じすぐにトイレに逃げ込みましたが、牧子さんは男に追いかけられ、家の中を逃げ回っていたのです。この時逃げ回る牧子さんの首や顔を、男は何度も切りつけたのです。トイレに駆け込んだ安子さんは、物音が全くしなくなったため、トイレから出て玄関先に向かうと、そこには悲惨な光景が広がっていました。なんとそこには、血だらけになった牧子さんが倒れていたのです。牧子さんは、致命傷を負いながらも最後の力を振り絞って、逃げようとしたのですが、背後から切りつけられ玄関先で力尽きました。安子さんは、すぐに玄関の鍵をかけて、変な男が入ってきて私と母親が刺された、口と顔から血が出ている、と119番通報して、牧子さんはすぐに病院に搬送されましたが、搬送時にはすでに意識はなく、1時間後に出血多量で帰らぬ人となってしまいました。牧子さんの首や顔などには、7から8箇所の刺し傷があり、傷は動脈まで達していたのです。安子さんは、当時の状況を震えながら、母の悲鳴を聞いてトイレから出ると、男にいきなり切りつけられた、知らない男だった、と警察に伝えました。犯行が行われたのは昼間の住宅街で、犯人は帰り血を浴びたまま逃走したと思われます。安子さんは当初、インターホンが鳴って牧子さんが応対に出た、と証言したのですが、報道によればその後、インターホンが鳴らされたかどうかわからない、と改められています。沢さん宅では、昼間は玄関の鍵をかけないことが多く、犯人はいきなり沢さん宅へ押し入った可能性があります。さらに安子さんの目撃証言では、犯人は20から30代の男で身長170センチほど、体型は色白の痩せ型でひげが濃く、目がギラギラしたような感じで、頬がこけており、ベージュ色のジャンパーと白っぽいズボンを着用していた、などといった細かい目撃証言を手に入れることができました。また玄関の前の庭には、犯行に使われた刃渡り約17センチメートルの包丁が残されており、刃と持ち手の間には粘着テープが何重にも巻かれ、根元にはティッシュペーパーも巻かれていました。これは強く刺した時に自分の手に傷がつかないようにするために細工していたのではないかと思われます。犯行に使われた包丁は、ステンレス製で100円ショップで販売されている普及品と特徴が一致しており、かなり使い込まれた跡もあり、犯人が自分の自宅から持ち出した可能性が高いと見られています。さらに粘着テープからは複数の指紋も採取され、犯人逮捕につながる手がかりになるのではと思われました。また、その後の調べで被害者2人の傷が右側に集中していることから、犯人の男は左利きの可能性が高いと判断されました。そして犯人が現場に残していった遺留品は、包丁だけでなく、犯人の短パンも残されており、複数の傷がついていたことにより、包丁を包むために使用し、犯行後そのまま放置したと見られています。短パンは灰色の男性用の M サイズで、コンバース、というロゴ入りで玄関から見つかりました。そして付着した垢から DNA が採取されて、血液型は AB 型と判明しました。大阪府警は当初、この事件は恨みを持つ者の計画的な犯行ではないかと、捜査を始めましたが、牧子さんには全くトラブルはなく、生前につけていた日記からも、トラブルに巻き込まれるようなことは見当たらず、犯人像が絞り込めずにいました。捜査を続けるにあたり、事件発生以前から、この地域では刃物を持った男がしばしば目撃されており、事件前日の9日には、現場から約200メートル離れた公園で、小学生の男児数人が若い男に追いかけられたり、約1ヶ月前には、現場近くの公園を歩いていた仕事帰りの20代の女性会社員が、身長170センチほどのスウェット姿の若い男に抱きつかれ、半年前には現場の南側にあるアパートに住む女性が、意味不明のことを話す若い男に追いかけられていたのです。
こういったこともあり、この事件は通り魔事件ではという考えも浮かびました。しかし犯人につながる重要な手がかりである包丁は中国製で大量生産されていたため、販売期間が不明で入手経路もたどれなかったのです。もう一つの遺留品である短パンも約10年前に大型量販店などで販売されていたことから、販売ルートが特定できず、遺留品からは犯人の特定には至らなかったのです。また粘着テープから採取した指紋も前歴者の指紋データベースに照会をかけたのですが、合致する人物は見つかっていません。犯人像もつかめず、遺留品からも犯人の特定ができない中、府警は安子さんの証言を元にした男の似顔絵や残されていた包丁、短パンも公開して情報提供を呼びかけました。すると犯人に似ているという複数の目撃情報が警察に寄せられました。事件発生直後午後14時頃に犯人と同じような服装をした男がバッグのようなものを抱えて JR 阪和線筑野駅の方向に走り去ったというのです。さらに男の上着には血がついていたという情報もあり、犯行の際の返り血ではないかと考えられます。男のバッグには犯行前の包丁やそれを包む短パンなどが入っていたのではと思われます。さらに事件が起きる前の午後13時30分頃に、犯行現場から300メートルほど離れた場所で犯人に似た服装の男が自転車に乗って現場方面に走っていったという証言も寄せられています。しかしこういった情報は数十件寄せられ、不審者情報などを詳細に洗い直したが、最後まで犯人にたどり着く決定的な情報や物証は得られず、未解決事件となっているのです。捜査に進展がない中、2007年5月には捜査特別報奨金制度に指定され提供を呼びかけました。この制度は警察庁が指定する事件について被疑者の検挙に結びつく情報を国民から募り、有益な情報の提供者に報奨金を支払う制度です。応募期間は原則1年の更新ありですが、2020年に対象から外れています。しかし捜査そのものが終了したわけではなく、府警も遺族も犯人を追い続けているのです。そして事件後、牧子さんの夫である沢清司さんが牧子さんに対する思いを語ってくれました。清司さんは仕事ばかりで家のことは牧子さんに任せきりだったといいます。そんな中、娘さんたちが気丈に振る舞う姿に驚き、そのたくましさに助けられたと語っています。牧子さんに教えてもらったおかげで娘さんたちは料理もうまくできるようになって、清司さんにいつも美味しい手料理を振る舞ってくれるといいます。さらに清司さんは、仕事人間で家庭をほったらかしにしていた私をずっと支えてくれた、牧子が立派に育ててくれたからこうやって助け合って暮らせている、ありがとう、長い間家庭を切り盛りしてくれた牧子さんへは感謝の言葉しか浮かばないと語っています。そして犯人に対しては、二度とこんな事件を起こしてほしくない、なぜこんなことをしたのか教えてもらいたい、罪を償うためにも犯人には自首してほしいと求めました。犯人を逮捕できていないという事実は地域を恐怖に陥れ、事件直後は小学校の集団登下校措置が取られました。犯人の男は今もどこかで安穏と生活をしているのだろうか、この凶悪な犯人が捕まらない限り地域に平和が訪れることはないのかもしれません。犯人逮捕につながるよう捜査が進展することを心から願い、牧子さんのご冥福を心からお祈りいたします。